はいおはようございます帝国になりましたのでただいまから令和5年第2回網町議会定例会を開会しますただいまの出席議員は14名で定則数に達しておりますので会議は成立しました直ちに本日の会議を開きます 本日の議事については、お手元に配布した日程表によって進めたいと思いますので、ご了承願います。これより議事に入ります。日程第1、会議録署名議員の指名について、本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、3番栗田敏正君、 4番、石引大輔君を指名します。次に、日程第2、会議の決定についてを辞退とします。本件については、去る5月29日、議会運営委員会が開かれ、協議されましたので、その結果について議会運営委員会委員長より報告を求めます。 議会運営委員会委員長、久保山光君、登壇願います、はい。おはようございます。 会期の決定の件についてご報告申し上げます令和5年第2回定例会につきましては去る5月29日議会運営委員会を開催いたしました出席委員は5名で執行部から総務課長の出席を得て審議をいたしました会期は本日から6月20日までの15日間で 日程につきましては本日、本会議、議案、上程提案理由の説明、質疑、委員会付託2日目6月7日は午前10時から本会議で一般質問3名、3日目6月8日は午前10時から本会議で一般質問2名、4日目6月9日は委員会で 午前10時から総務常任委員会午後2時から民生教育常任委員会5日目から6日目までは9回で議案調査7日目6月12日は委員会で午前10時から産業建設常任委員会8日目から14日目までは9回で議案調査 15日目、6月20日は最終日となりますが、午前10時から本会議で委員長報告、討論、採決、閉会、議会運営委員会といたしましては、以上のような会期日程を作成いたしました。議員各位のご協力をよろしくお願いいたしまして、報告といたします。 はいそれではお諮りします本定例会の会期はただいまの議会運営委員会委員長の報告通り本日から6月の20日までの15日間としたいと思いますご異議ございませんかはいご異議なしと認めますよって会期は本日から6月20日までの15日間と決定しました次に 日程第産、初版の報告を行います。町長より、えー、報告事項の申し入れがありましたので、これを許します。町長、千葉茂君、登壇願います。はい。みさん、おはようございます。おはようございます。本日は、令和五年第二回定例会を招集しましたところ。 議員各位にはこうしもお忙しい中、ご出席をいただきまして、ここに定例会が開会できますこと、心から感謝申し上げます。早速でありますが、報告事項を申し上げます。令和4年度繰り越し免許及び事故繰り越しについてご報告いたします。令和4年度の事業施行にあたり、初版の事情により、年度内での事業完成が困難となったため、 令和5年度に予算の定めるところにより、繰り越した事業及び自己繰り越した事業は、令和4年度繰り越し免許費、繰り越し計算書及び自己繰り越し、繰り越し計算書のとおりであります。次に、令和4年度水道事業会計予算及び下水道事業会計予算の繰り越しについてご報告いたします。令和4年度の上下水道事業執行にあたり、初版の事情により、 年度内での事業完成が困難となったため、令和5年度に繰り越した事業は、令和4年度水道事業予算繰越計算書及び下水道事業予算繰越計算書のとおりであります。以上、ご報告申し上げます。 議長より報告します今定例会に提出された案件は町長提出議案第40号から議案第57号のほか議員提出議案第3号以上19件であります次に関西委員から令和5年2月分から令和5年4月分に関する月例追悼 検査結果について報告がありましたので、ご報告します。次に、本定例会に説明委員として、地方自治法第121条第1項の規定により、出席を求めたものは、お手元に配布しました名簿のとおりです。次に、閉会中における委員会、協議会等の活動状況は、 お手元に配布しました参考資料のとおりです。次に、令和5年度普通建設等事業進捗状況および契約状況報告について、5月31日および6月一日付で町長から報告がありました。内容はお手元に配布しました参考資料のとおりです。 次に、令和4年度、阿見町都市開発公社決算書、および令和5年度、阿見町都市開発公社事業計画書の提出がありましたので、報告します。以上で、初版の報告は終わります。次に、日程第4、常任委員会所管事務調査報告を行います。 総務常任委員会では閉会中における事務調査を実施しました。ここで委員長より結果、質疑、調査結果の報告を求めます。総務常任委員会委員長、海野隆君、登壇願います。 皆さんおはようございます,います、えー、それでは、明により、えー、令和5年5月19日に、えー、牛久市で実施した総務常任委員会所管事務調査についてご報告いたします、えー、牛久市では総務常任委員会の年間といんそった空き家対策の取り組みについて調査を行いました牛久市は、えー、平成24年7月に 牛くし、空き家等の適正管理および有効活用に関する条例が施行され、施行され、平成29年4月に空き家対策課を設置、8月に計画をまとめ、宅地建物取引業協会と協定書を締結、空き家バンクをホームページ上に開設、国土交通省の専用サイトにいち早く加入するなど、 スピード感のある取り組みを行ってまいりました。牛久市は人口八万四千百五人。世帯数三万八千二百六世帯。平成三十年の総務省による。住宅土地統計調査では。住宅総数 37, 戸の。三万七千七百十個の十一点二パーセント。四千二百二十個が空き家となっています。令和五年五月現在で。 市・かっこして空き家対策課が把握している空き家等は805個で適正管理を促しているということですうち近隣に悪影響を及ぼしている空き家は69個あり条例による対応を行っています市から空き家所有者に対する措置件数は毎年条例による助言が100件前後指導が50件前後 特措法による助言は令和3年に47件指導は25件韓国も1件ありました内容の種別では草木などが66%建物付属物などが30%で大半を占めているということでした特定空き家等の状況は平成29年度から 令和4年度までの6年間の合計で認定数が15個、管理者・所有者が自主的に解体し取り消した数が6個、市が略式代執行で解体した数が3個で、現在市内の特定空き家は6物件あり、その改善に向けて取り組んでいるということでした。特定定空き家等に認定後は 特措法に基づく助言等の行政措置を行うとともに、職員による自宅訪問などを実施しながら、所有者自身による改善を促しているということでした。課題については、1、特定空き家等への行政指導を実施すると、その多くで相続放棄がなされてしまうこと。2、採算の文書による指導や、 自宅訪問を行っても所有者が無関心で対応されないこと3市が負担した行政代執行及び略式代執行費用が全額を回収できないことが多いことなどがあり法整備の必要性があるということでした牛久市では課長以下合計6名の空き家対策課という専任課で 空き家に関するすべての業務を行っており、きめ細かな対応ができていると思われました。牛久市の空き家は昭和40年代に開発された住宅団地に多く存在しているということから、今後、網町でもますます深刻な問題となってくるものと思われ、非常に参考になった調査でした。調査に対し、 ご挨拶をいただいた牛久市議会議長副議長、議会事務局、ご説明をいただいた牛久市建設部空き家対策課の担当者には大変お世話になりました。この場を借りまして御礼を申し上げます。以上、総務常任委員会所管事務,事務調査報告とさせていただきます。以上です。 はい、ご苦労様でした。以上で、常任委員会所管事務調査報告を終わります。次に日程第5議案第45号から議案第43号までの4件を一括議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長柴茂雄君登壇願います。 議案第40号から議案第43号までの専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。議案第40号から議案第42号について関連しますので一括して提案理由を申し上げます。本案は地方税法等の一部を改正する法律が交付されたことに伴い、阿見町税条例、阿見町都市計画税条例、阿見町国民健康保険税条例を一部改正し、 4月1日より施行するため、3月31日をもって、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分を行ったもので、道場第3項の規定に基づき、報告するものであります。議案第40号の網町税条例の一部の、一部改正の主な内容としましては、町民税関係では森林環境税の導入に伴う改正、固定資産税関係では、 新型コロナウイルス感染症の影響で特例となっていた商業地等の負担調整措置の規定への適用など所要の改正を行うものであります。議案第41号の阿見町都市計画税条例の一部改正の内容としましては、徴税条例の固定資産税の改正と同様の理由で所要の改正を行うものであります。 議案第42号の阿見町国民健康保険税条例の一部改正の主な内容としましては、課税限度額のうち、後期高齢者支援金等課税額を2万円引き上げ、22万円とし、低所得に対する国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、 被保険者の数に上ずべき金額を29万円に引き上げ、2割軽減の対象となる世帯においては、被保険者の数に上ずべき金額を53万5千円に引き上げるため、所要の改正を行うものであります。議案第43号の令和5年度阿町一般会計補正予算、括弧第1号について申し上げます。本案は規定の予算額に、 2859万8000円を追加し、歳入・歳出それぞれ188億5259万8000円とするものであります。その内容は物価高騰対策として低所,得者低所得の子育て世帯に児童1人当たり5万円の給付金を支給する子育て世帯生活支援特別給付金事業にかかる経費を計上したものであります。地方自治法 第百七十九条第一項の規定により専決処分を行いましたので、同条第三項の規定に基づき報告するものであります。以上提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上ご承認いただきますようお願い申し上げます。はい。 以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑を許します。はい。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております議案第40号から議案第43号までについては、会議規則、第39条第3項の規定により委員会の付託を省略することにご異議なしと認め、作用決定します。 これより討論に入ります。討論を許します。はい討論なしと認め、これをもって討論を終結します。これより採決します。議案第40号から議案第43号までを承認することにご異議ございませんか。 ご異議なしと認めますよって議案第40号から議案第43号までを承認することに決しました。<coughs> 次に日程第6議案第44号から議案第48号までの5件を一括議題とします。 提案者の提案理由の説明を求めます。町長柴茂葉茂君登壇願います。議案第四十四号から議案第四十八号までの条例の一部改正について提案理由を申し上げます。議案第四十四号の 網町職員の給与に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます本案は新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されたことに伴い所要の改正を行うものであります主な内容は新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当とされていた手当が感染症の蔓延の初期段階からの派遣が可能となったことから特定新型インフルエンザ等対策派遣手当と 名称が変更されたことにより関連する条文を改正するものであります議案第45号の網町印鑑条例の一部改正について提案理由を申し上げます国の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正によりマイナンバーカード所持者について電子証明書のスマホ・移動端末設備への搭載が可能となりました これにより、スマホに搭載された電子証明書での印鑑登録証明書のコンビニ交付に対応するため、現行条例の一部について、所要の改正を行うものであります。議案第46号の網町介護保険条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。本案は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者にかかる介護保険料の減免を行うため、 網町介護保険条例のの一部を改正すするものであります内容としましては、令和4年度分の介護保険料であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、納期限が到来するものを減免の対象とするものであります。なお、この減免措置は、令和4年度分の介護保険料で終了となります。 議案案第47号のの町国民健康保険税条例の一部改正について提案理由を申し上げます本案は新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免を行うため、網町国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。内容としましては、令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年度末に資格を取得したことに したこと等により令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が到来するものを減免対象とするものでありますなおこの減免措置は令和4年度分の保険保険税で終了となります議案第48号の網町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます 本案は新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。主な内容は、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当とされていた手当が、感染症の蔓延の初期段階からの派遣が可能となったことから、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当と名称が変更されたことにより、関連する条文を改正するものであります。 以上提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。はい。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお、 本案5件については、委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いします。質疑を許します。はい質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。お諮りします。ただいま時代となっております議案第 四44号から議案第48号までについては、会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配布しました議案付託票のとおり、所管常任委員会に付託することにご異議ございませんかはい、ご異議なしと認めます。作を決定します各常任委員会では付託案件を審査の上 来たる6月20日の本会議において、審査の結果を報告されるようお願いします。次に、日程第7、議案第49号から議案第54号までの6件を一括議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長し 議案第49号から議案第54号までの補正予算について提案理由を申し上げます。議案第49号の一般会計補正予算は、規定の予算額に6億8579万9000円を追加し、195億3839万7000円とするものであります。歳入の主なものから申し上げます。第16巻国庫支出金で新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金を新規計上第19巻、給付金で、木め小学校施設整備基金指定給付金を新規計上、第20巻、繰入金で、財源調整のため財政調整基金繰入金を増額、第22巻、初収入で、地方創生臨時交付金を活用した保護者負担軽減対策として、4か月分の給食費を免除するため、学校給食 分担金を減額すするものであります次に、歳出のものを申し上げます。主なものを申し上げます。第三巻民生費の社会福祉総務費で、地方創生臨時交付金を活用し低、低所得者への物価高騰対策として、電力等高等重点支援給付金を新規計上。また、非課税世帯等臨時特別給付金事業の国庫支出金等返還金を新規計上。 第4巻衛生費の予防費で、令和5年度におけるワクチン接種等に対応するため、新型コロナウイルスワクチン接種事業を増額。第6巻商工費の商工振興費で、地方創生臨時交付金を活用し、プレミアム付き商品券発行にかかる事業費を新規計上。第4巻教育費の小学校費で、寄付金を財源として、君原小学校の遊具設置等を行うため、小学校施設整備事業を増額。 そのほか、第1巻議会費から第9巻教育費まで、人事異動等に伴う職員給与関係経費を補正するものであります。議案第55国民健康保険特別会計補正予算は、規定の予算額から155万4千円を減額し、49億944万6千円とするものであります。その内容は人事異動等に伴う 職員給与関係経費を補正するものであります。議案第51号、介護保険特別会計補正予算は、規定の予算額から137万円を減額し、36億4163万円とするものであります。その内容は、人事異動等に伴う職員給与関係経費を補正するものであります。議案第52号、 後期高齢者医療特別会計補正予算は、規定の予算額から77万2千円を減額し、11億3522万8万八千円とするものであります。その内容は、人事異動等に伴う職員給与関係経費を補正するものであります。議案第53号の網町水道事業会計補正予算について、提案理由を申し上げます。 本案は水道事業会計予算第3条に定めた収益的収支について747万4 0円を増額。第4条に定めた資本的収支について500万円を増額するものであります。主な内容としましては人事異動による職員給与関係経費を増額するものであります。また資本的支出では建設改良費の委託料を増額するものであります。なお増額により 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、可燃度分、損益勘上、留保付資金から補填をいたします。議案第54号の網町下水道事業会計補正予算について提案理由を申し上げます。本案は下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収支について、567万7 0円を増額。第4条に定めた資本的収支について、 もとへ14万1千円を増額するものであります。主な内容としましては、人事異動による職員企業関係経費の増額および、それに伴う高い系補助金を増額するものであります。また、資本的収入では、国からの交付金の内需割による国庫補助金の減額および、それに伴い企業債、高い系補助金を増額するものであります。 以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。はい、以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお、本案六件については、 委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いします。質疑を許します。はい。質疑なしと認めます。これを持って質疑を終結します。お諮りします。ただいま議題となっております。議案第四十九号から議案第五十四号については。 会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配布しました、議案付託票のとおり、所管常任委員会に付託することにご異議ございませんか。はい。ご異議なしと認め、作用を決定します。各常任委員会では、付託案件を審査の上、来る6月20日の本会議において、 審査の結果を報告されるようお願いします。次に、日程第8、議案第55号を時代とします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長、千葉茂君、登壇願います。ます議案第55号の財産の取得。 消防団第12分団消防ポンプ自動車購入について提案理由を申し上げます。本案は消防団第12分団の消防ポンプ自動車が導入から20年が経過しており、老朽化に伴い更新するものでありますが、地方自治法並びに議会の議決に付すべき契約及び、財産の取得または処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。内容につきましては、おともとに配布しました 概要書の通りであります以上提案理由を申し上げましたが慎重審議の上議決いただきますようお願い申し上げます以上で提案理由の説明は終わりましたこれより質疑に入りますなお法案については 委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いします。質疑を許します。はい。質疑なしと認めます。これを持って質疑を終結します。お諮りします。ただいま議題となっております。議案第五十五号については。会議規則第三十九条第一項の規定により。お手元に配布しました。 議案付託用のとおり、所管常任委員会に付託することにご意議ございませんかはい。ご意議なしと認め、作用を決定します。総務常任委員会では、付託案件を審査の上、来る6月20日の本会議において、審査の結果を報告されるようお願いします。次に、日程第9、議案、 第五十六号を議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。はい、<laughs> 議案第五十六号の朝日中学校長寿命化改修工事請負契約について。提案理由を申し上げます。本工事は朝日中学校の長寿命化。 改修工事を行うものでありますが地方事情並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により議会の議決を求めるものであります工事の概要につきましてはお手元に配布しました工事概要書のとおりであります以上提案理由を申し上げましたが慎重審議の上議決いただきますようお願い申し上げます 以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。なお、法案については委員会の付託を予定しておりますので。質疑は簡潔にお願いします。質疑を許します。はい。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。お諮りします。 ただいま、議題となっております議案第56号については、会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配布しましまた議案付託票のとおり、所管常任委員会に付託することにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め、作用を決定します。<laughs> 民生教育常任委員会では、付託案件を審査の上来る6月20日の本会議において、審査の結果を報告されるようお願いします。次に、日程第10、議案第57号を議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。 議案第57号の損害賠償の額を定めることについて提案理由を申し上げます。令和5年3月3日午後5時50分ごろ、相手方が役場敷地内の常用銀行 ATM 前駐車場を利用した際に全身で駐車したところ破損していた車止めに接触し、フロント右側のバンパー下部を損傷させてしまい損害を与えました。 つきましては、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めるものであります。以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上、議決いただきますようお願い申し上げます。はい、以上で、提案理由の説明は終わりました。 これより、質疑に入ります。なお、法案については、委員会の付託を予定しておりますので、質疑は簡潔にお願いします。質疑を許します。はい。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。お諮りします。ただいま議題となっております議案第 57号については、会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配布しました議案付託表のとおり、所管常任委員会に付託することにご異議ございませんかご異議なしと認め、作用を決定します。総務常任委員会では、付託案件を審査の上、来る6月20日の本会議において、審査の結果を報告されるよう、 お願いします。次に日程第11議員提出議案第3号を議題とします。法案に対する趣旨説明を求めます。12番久保屋光君登壇願います。 議員提出議案第3号、あみ見ち議会議員の請け負れの状況の公表に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。法案は、地方自治法の改正により、事業を営む個人である地方公共団体の議員が、当該地方公共団体に対し、請け負れすることが一定の <laughs> 学位内で認められたことを受け議員個人による請負の状況の透明性を確保するため、請負をした議員については、支払いを受けた合計金額等を議長に対して報告を、議長は報告内容の公表を、それぞれ義務づけること等を定めた条例を制定するものです。 提出者阿見町議会議員、えー、久保谷光、賛成者阿見町議会議員高野義雄同じく吉田健一同じく上泉和文同じく川端修次同じく海野隆以上であります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 はい、以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑を許します、はい。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。お諮りします。ただいま議題となっており,おります <coughs>。議員提出議案第3号は、 会議規則第三十九条第三項の規定により委員会の付託を省略することにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め採用を決定します。これより討論に入ります。討論を許します。はい、討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。これより採決します。議員提出議案第3号は原案のとおり可決することにご異議ございませんかはい。ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第3号は原案通り可決することに決しました。 以上で本日の日程は全て終了しました。本日はこれで散回します。ご苦労様でした。